立憲民主党枝野幸男ブーメランで笑い者に安倍首相の長崎・広島の被爆地挨拶で現在立憲民主党などのおかしな野党の皆様が安倍首相が広島と長崎の平和式典で挨拶した内容がほぼ同じだと批判しておりますがこちらで確認したところ立憲民主党の枝野幸男さんの談話の内容も 広島と長崎において、ほぼ同じであることが確認されました。こちら、青く強調している部分以外は同じ文面となっておりますけども、まあ、この被爆地における挨拶の内容については、民主党政権下においても同じだったことが確認されており、立憲民主党には、 おかしな野党の皆様には、民主党の残党の皆様には、二重の意味でブーメランが直撃しておりますが、まあ、こういった原爆投下という同じ出来事について、政府が何らかの表明をするのであれば、ほぼ同じような内容になるのは当然でしょう。ぜ、ま、ひ、あ、ともですね、立憲民主党などのおかしな野党の皆様には、こういった全く意味のない 批判のための批判をこれ以上繰り返し、国民の時間をですね、政治に関する時間をこれ以上浪費しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。